はい、こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。ファイアープロレスリングワールドライブ配信始めていきましょう。久しぶりに1ヶ月弱ぶりに国際プロレスやっていこうと思います。1981年2月から3月、スーパーファイトシリーズですね。3回目です。今回は3月7日、宮崎県山田町、今の都城中心部の西側ですね、今は都城市に平成の大合併で吸収されております。ちょっと霧島神宮とか、あの海老名高原の東側になる場所ですね。そちらの会場で戦いが行われます。ぜひ、今回お楽しみに。YouTube、いつも通り Twitch でアカウントフォロー、Twitch で配信しております。 Twitch アカウントフォロー、チャットコメントをお願いいたします。プリーズマイツイッチアカウントフォロー&チャットコメントプリーズ。そして、アーカイブを YouTube にアップロード予定です。2日後20日21時号からプレミア公開いたします。ぜひご覧ください。 YouTube チャンネル登録高評価お願いいたします。 This Live Archive My YouTube Channel Two Days After My YouTube Channel チャンネルサブスクライブドアンドグッドボタンプリーズ。はい、また、Twitch のツイッチじゃない、旧ツイッターである X のアカウントを持っております。ぜひそちらをご覧ください。アカウントフォロー、リポスト、いいねお願いいたします。ツイッター X マイアカウントプリーズフォロー&グッドボタンプリーズ。はい、ということで、始めていきますか。テキストエディター開けて、いきなりもうルーテイズハイです、マッハ・ハヤト対ルーク・グラハムの試合となります。シーツではルーク・グラハムが勝利しておりますね。リフェリーはルーテイズにいたします。20分一本勝負。まずマッハ・ハヤト、
そして、ルーク・グラハムか。では行きましょう。マッハ・ハヤト対ルーク・グラハム。ルーテイズ杯予選 B ブロックです。さあ、投げて、早いな。125なんかな。なんか早すぎない？お、これ本当125なのか。あ、125だ。125ってこんな早かったんだな。なんか目がついていけなくなってきてる。ちょっとやばいですね。まあマッハ・ハヤトが ルチャなんで、メキシカンスタイルなんで動きが速いっていうのもありますよね。パンチを打つ。足を蹴る。エルボーを叩きつける。ん？どうすんだ？ボディースラム。ネックハンギングツリー。パンチ、打撃合戦かな。パンチ、おっと、これは反則です。レフェリールーテイズ、反則カウントを取ります。ヘッドバット、そしてフェイスロック。ニーアタック、で釣り天井です。オン同時目スリーパー。6分を超えております。ボディスラムから、おっと、反則攻撃だ。ルーク・グラハム、これはいけません。ブレーンバスター、鮮やかに決まった。そしてスリーパーに行こう。おっと、アームロックだ。マッハ・ハヤト先にかけて有形の技を使っていきます。カバーに入った。カウント2。そして追天井だ。マッハ・ハヤト有利。ラリアット、足を締め付ける。パンチ、パンチ、パンチ。
そしてジャーピングパイルドライバー、マックドロップ、に落とす。お？カウント4。ヒットバット。11分を経過。おっと、急所攻撃。ボディスラム20分ですね。20分で決着がつかない場合、再試合と本来なっているんですが、やはり3試合やらんでおこうかな。方向駅、おびた足出血、マッハ隼人、そしてジャンピングパイルドライバー。さあ返せるか、返せない。 ルーク・グラハマの前にマッハ隼人沈みました。さあ、次の試合はルーテズ杯予選 A ブロックになります。エローデス対エローデス対マイク・ボイエッティですね。外国人同士の対戦となります。作曲です。169の次はイクスゲイザー、これでいきましょう。さあ、ルーテズ杯予選 A ブロック、エローデス対マイク・ボイエッティの、ボイエッティ、シーツではエローデスが勝利しております。キャメルクラッチ。おっと、足をしごく、デビル、マイク・エローです。ボディスラム、荒っぽいマイク・ボイエッティ、テキサスっぽいな、ボイエッティ荒馬なんでしょうか。カバーに行くエローです。まあ、まだ3分も経ってませんからね、この時点で決めるのは難しいんじゃないでしょうか。アクシデントでもない限りは。サイドバスターです。おっと、先頭そしてチンロックです。ボイエッティ、外国人同士の対決、これは結構珍しい。これ別に意向とかあるわけじゃないですからね。これすごいのが、このメインがレイキャン、ラッシャー・キムラ・マイティ・井上に対してレイ・キャンディ・エル・コバルデなんですが、が組が戦ったんですが、このレイ・キャンディとエル・コバルデ、翌日大分県クス町大会では
なんと予選 B ブロックでシングルで戦うんですよね。こういう風に遺恨関係なく外国人対決が見られる中でもルーティーズ杯は早すぎた。リーグ制と言えるのではないでしょうか。カート2、まあチャンカンとかはやってたかな。だから当たり前になりつつあったってことですね。チャンピオンカーニバルあたりがそうか、先駆か。まあ旧日プロではこれ見られなかったですからね。チンロック、チャンピオンカーニバルは斬新だったと思うんですけど、いまいちやっぱり日本人には受けなかったんですよね。受けなかったでしょうね、力道山以来の。まあそれだけじゃないだろうけど、話題性とかもあるから。おっと、オンパワーボム投げっぱなし、カバーに行く。 2.9、 あんまり国際で外国人同士を戦いって見たことがあんまりなかったから新鮮ですよね。おっと、先頭エローです。さあパワーファイターのエローです。ラファイトのマイク・ボイエッティっていう印象ですかね。さあボイエッティ投げて、ショルダースルーか。さあ10分を経過しました。一応20分の一本勝負です。また先頭、本来であれば20分で決着つかない場合はその延長戦ではあるんですが、それは後悔なしということで。さあカバーに行く。 2.9 エローです。追い込むボイエッティを。おっと相打ちだ。ちょっと両者ともスタミナがだんだん怪しくなってきてる。キチェシンクゼ落ちる。おお、体当たり。ショル。おっと、関節攻撃エローです。ここへ来て、これはボイエッティ意表つかれたか。ちょっとボイエッティの動きが悪くなってるぞ。また関節攻撃。さあシーツではエローで勝利してますからね。投げてショルダースルー。お、今度はボイエティ投げてハイキック。結構足上に伸びますね。同じやつは不発。さあまもなく15分、トラスキック、カバーに入る。スリーカウント、ボイエッティ逆転勝利と言えるのではないでしょうか。いや完全エローですが、関節地獄でギブアップ奪うのかなと思ったらボイエッティが巻き返しましたね。あのハイキックは結構驚きました。ということで、シーツと反対スーパーキックカラーの両手押さえホールでマイコ・ボイエッティが勝利です。さあこの日のルーティーズ杯最後の試合となります。予選 B ブロック、アニマル浜口対レッドデビルビル・ホワイトですね。
では行きましょう。アニマル浜口対、レッドベルデビルことビルホワイトのシングルマッチ、シーツで浜口が勝利しております。投げます、エルボー、ブレーンバスターです。さあ逆エビです、ヘッドバットか逆エビ、浜口力強い攻撃、まあ、やっぱり殴る蹴るばっかりですね、まあ、大技とか複雑な技あんまりなかった、明快ですね技が。さあボストンクラブ、まあ、マッハハヤトとかマイティ井上ぐらいじゃないでしょうか。おーっとシークラッシャーか、そしてまた ボストンクラブ、腰を攻め立てます。アニマル浜口ボディースラム、そしてブレーンバスター、大技決まりました。パンチ、おっとフェイスロックだ、ヘッドマット、カウント2。さあ、まもなく10分が経過しようとしてる。2.9 怪しい。ライダーが来た。カバーに行く、 2.9、 これもなんとかギリギリ返す、
2.9。 ヘッドマット15分を経過しました。ショータックル、ブイボッキグエットロック、力強く攻めていく。あ、20分経ちましたね。気がつけばあっという間の20分でした。
さあこれで、時間切れ引き分けということで、次の試合はメインイベントタッグマッチですね。ラッシャー木村、マイティ井上、クビ対レイキャンディエルコバルデクビとなります。エルコバルテはマスクマなのか。はい、45分では行きましょう。ラッシャー木村、マイティ井上組対レイキャンディエルコバルデのタッグマッチ、本日のメインイベントです。カバーに入る。ラリアット。
キブライタッチ。ドープキック。お、飛び込んだ。エルボー叩き込む。さあ、エイキャンディータッチ。今度は移動エイタッチ。さあもう10分を経過しております。メインのタクマッチ。お、外に出る。お、ここで木村が権利があるのはレイキャンディーですからね。あまりレイキャンディー深追いしすぎるとリングアウト負けになります。おっと、レイキャンディー持ち上げる。持ち上げて投げる。カバーに行く。カットに入る。素晴らしい連携、日本人側。おっと、当たる。さあ井上ヘッドバット。おっ、ちょっとやばいぞ。あ、すぐ入ってきました、木村。しかしこのベアハックは警戒しないといけません。あっと、バックドロップ来た。流れを変えるバックドロップ、マイティーの上。これがありますね。さあ木村にタッチができました。さあバックドロップ行こうとするが、おースムスト、エリコバルデを攻める。ラッシャー、キブラパンチ、巻き投げ一戦。さあロープに振ったが、これは読んでいた。ラッシャー、キブラ、おだが急所攻撃、コバルデ。一進一退の攻防も16分になろうとしております。さあレイキャンディータッチ。レイキャンディーバックドロップ、強烈。お、エルボー打つ。お、丸め込む。カード2。ああ、バックドロップ。もう一回バックドロップ、ジャンプしてドープキック。お、画面攻め。キムライタッチ、フォワードアロー、指輪がたび決まってしまった。コバルデが木村を仕留めました。
さあ、これで3月7日の山田町、宮崎県山田町大会終わり、翌3月4日大分県玖珠町ですね。大分の西側にある町です。九十高原とかその辺のある場所ですね。ちょっと東に行くと、温泉もあります。さあ、まずは。シングルマッチです。ミスターチンとレッドデビル、これレッドデビル勝利になってますね。これ多分ミスターチンがいつも通り反則負けとなったんでしょうね。快適なのかな、ミスターチン。あ、そうか。レッドデビルはビルホワイトです。レフェリーは和田恭平。15分一本勝負でいきましょう。ではいきましょう。ミスターチン対レッドデビルこそビルホワイトのシングルマッチです。さあ、ミスターチンあんまり反則見せないんだよな、実は。キックを打つ。パンチパンチパンチ。それか肩固め。ストロングな戦い方を見せるミスターチン。逆水平。キチシンク。また腹固めだ。さあ、動きを落とそうというわけですね。ヘッドロック軌道を締め上げる感じです。カバーに入るがカウントワン。レフェリー和田恭平。おーっと、急所攻撃。レッドデビルショルダーエルボーですね。ボディースラム、エルボー打つ。ネックブリーカードロップ。おっと、これはいけません。そしてブレーンバスター。さあ、ロープに打ってドロップキックは不発。巻き投げ一線から
アームロック。腕を攻めます。腕絡み。逆をしません、ミスターチン。ストロングミスターチン。パンチ。お、ブレーンバスター打った、ますごいな、場外へ。このミスターチンだったらリーグ戦ダッシュを優勝するんじゃないか。巻き投げ一戦、シンプルです。バックドロップ、大技炸裂、カバーに入る。 2.9 追い詰めます。レッドデビルを追い詰めるミスターチン。おっと、フロントネックチャンスリーかな、フロントスプレックスみたい。おっと、マハタドロップだ。また巻き投げ、ネックブリーカードロップ、カバーに入る。カブト2、そして上がらない。ブレーンバスター逆に返す。さあ、これ15分一本勝負で設定してますんで、15分経つと引き分けとなります。おっと、乱入だ。これは、おっと、加担していくレッドデビルの方に。急にミスターチン1対2で戦わねばなりません。おっと、チョップ、チョップの連打を食らうミスターチン。3位場外へ。これ気を取られたら危ないですよ。ミスターチンヘッドロック、制裁を加えようとするが持ってきました。攻められる。さあ、これレッドデビルには大きな加勢になったでしょうね。さらにアトミックドロップ、尾てい骨割り、これ帰っていきます。はい、ネックブリーカードロップ、カバーに入る。スリーカウント、一気にミスターチン、なんと乱入者の加担によりレッドデビルが勝利、ミスターチン敗れました。さあ、続いての試合は大山活動対エローデスの試合となります。和田恭平、両角さんかな。20分一本勝負です。では行きましょう。大山活動対エローデスシングルマッチです。シーツではエローデスが勝利しております。首をの字、ボディースラム、バックドロップ、サイドバスターです。
そして首四の字、合理的な攻撃をしますね。エローです。そしてあとブードキングヘッドロックを大山活動を見せました。ドープキック、エローです。高い。で首4の字。序盤としては結構合理的な戦い方です。そしてあとエルボー抱きつける。フライングメイヤーから。サイドバスター。大山勝夫グランドヘッドロック。さあロープに振って、おダイビング戦闘なエローです。カバーに入る、おそして関節ジョークエローです。前日はマイク・ボイエティ戦でも見せたこう関節地獄ですね。ラリアット、さあ大山もグランドヘッドロックで相手をスタミナを奪いがかります。ラリアット、そしてボストンクラブ、相手をスタミナを削りかかります。ヘッドバット、カバーに入る、まあまだ早いですね。ブドキングヘッドロックだエローです。カバーに入る 2.9 危うし、大山おっとヒップアタックか、お逆さ抑え込み、カウント2、奇襲殺法だがバックドロップを食らってしまう大山。そして関節地獄、腕を攻められます。腕と首を攻められます。複合関節技投げる、ロープに振るが返ってこない。そしてバックドロップを食らう、技炸裂、そしてまた関節だ、腕と首をとにかく攻めますね。複合関節技、さあ振ってドロップキック、ボディーサーブからサイドバスターです。エルボー、シップバックドロップ、エローです。ブレーバスター、サイドバスター、おっとブレーバスターです。場外戦、おこれは空中飛ぶか、飛んだ、そして場外でもブレーバスター 2.9、エルボーです。おっとヘッドバットですね、起きて破りはエルボー、そして複合関節技決まってしまった。
エローデス勝利、大山活動を破りました。さあ次の試合はルーテーズ杯ですね。予選 B ブロックアニマル浜口対マッハハヤト、日本人、今度は日本人同士の対戦となります。20分一方勝負、では行きましょう。ルーテーズ杯予選 B ブロックアニマル浜口対マッハハヤト、この試合は浜口が勝利しております。ヘッドバット、カバーに入るがロープに振り返す。バックドロップ、さあアームロックです。さあ、ついてんじょうです。ロメロスペシャル。カバーに入る。カウントワン。エルボ合戦、おっとサソリ固めです。スコーピオンデスロック、これはコーナーポストを打ちつけたが防がれてマッハハヤトダイビングに、今度はマッハハヤトが串出しドロップキック、今度は浜口がおっと返した、そしてまたも串出しドロップキック、立体サポで攻めますマッハハヤト。パッチを打つ、ボディスラブからエルボーです。逆さ抑え込み、おっとクリティカル、なんとここでなんとクリティカルが働いた。逆さ抑え込みはハハヤト、デコーセッカーの技で3カウントをなんとアニマルハウチカウ奪いました。ジャイアントキリングと言えるんじゃないでしょうか。ちょっとびっくりですね。
さあその次の試合はマイティ井上対ツービーゴロ。まあ本来では格で言えば井上有利なんですが、なんと鶴見が罠にはめてリングアウト勝ちを奪っております。さあ行きましょう。ルーテズ杯予選 A ブロック、マイティ井上対鶴見五郎の試合です。そしてパワーボール投げ捨てる、ドープキック、カバーに入る。グランドヘッドロック、マイティ井上フライングミラーか、再びグラウンドヘッドロック。おっとデスバレーボーン、ツービーゴロー。おっと後ろから急所攻撃、ヘッドバット、お、STF ですね。井上。おっと、丸め込もうとするとこを叩きつけた鶴見。そして、お、バックドープは防ぐ。5分を経過しております。エルボーです。おっと、鎌固めです。仮設攻撃、スビゴロレスリング仕込み。おっとどうするんだ。さあコーナーポストに打ちつけたが、これは防ぐ。降ります。厳しいレフリング、ルーテンズ。おっとジャーマン投げっぱなし、これは豪快。スビさらに裏剣を打とうとしますが、これは読んでいた井上。さあ井上の STF、 ロープに振って今度は丸め込む井上、カウントワン、ネックブリーカードロップ。それなら、あーっとバックドープ決まりました。おっとテーズプレス2.9 危うし、フライングボディシーダーズですね。さあチンロック、スタミナを奪っていく、デスバレーボム鮮やか。さあにジャーマン投げっぱなし。さあこれはツインペース決まった、レッグロックですね。なんとツインを完勝と言っていいんじゃないでしょうか。足取りエルボーレッグロック、ツインが井上を破りました。なんかこのゲーム木村と井上のデータちょっと弱すぎる感じはあるよな。
さあ続いては、外国人対決となります。レイキャンディとエルコバ、コバルデ、シーツではキャンディーが貫禄の勝利を見せておりますが、どうなりますか。ルーテーズ杯予選 B ブロック、レイキャンディー対エルコバ、コバルデの試合です。負けないからエルボー、ロープに振ってエルボーです。ドップキック、パッチを打つ、ボディスラム、カバーに入る。5分を経過しております。そーっとショルダーバスター、カバーに入る、カウント2。さあ上がらない、逆にリバースでレイキャンディーブレーバスター。ここら辺はやっぱり体格差の違いか。さあボアンドアロー指輪固めだが、これ場外ですよ、大丈夫か。戻ってきました、カウント15ですね。バックドロップ、デイキャンディチンロックに入り、こうです。マスクマンエルコバルデ、おっとまたバックドロップだ、レイキャンディ。そしてバックリープ、自分からロープに振ってエルボーです。もう一回バックリープ、さあ力を見せつけるレイキャンディだが、これはツーブストーン2.9、 じゃあジャンピングパイルドライバーですね。おバックドロップ、一気に反撃開始、エルコバルデラリアット、ドープキック、結構打点が高い、ボディスラムラリアット、エルボーです。
おっとバックリップは場外へコバルで持ってきます。10分経過。おっと持ち上げて場外落とす。場外線に移ります。バックドロップ、そしてブレーンバスター。さあキャンディ2人と持ってきます。10分を超える。ちょっと疲れが目立つかコバルで。おっとこれはボアンドアロー弓矢固めか。これが急にあるんで気をつけないと。レイキャンディバックドロップ、外国人対決となりました。容赦、前日タッグを組んでた2人だけ容赦のないカードです。エルボーです。コーナーポストからダイビングにカバーに入る。 2.9 レイキャンディを追い込む。もう一回コーナーポストから今度はダイエンボディアタック、ロープに振ってドープキック。そしてボディスラム、レイキャンディジャンピングパイルドライバーに移行です。ヘッドバット、カバーには行かず、サイドバスター。今度はコバルでロープに振ってドロップキック、技の応酬です。コバルでバックドロップ、だが最初立ち上がったのはキャンディーの方、ラリアットからエルボー。今度はコバルデがいやロープに振る、エルボーだ。お、ラリアット、そしておっとこれは危ない、ロープを使った攻撃、バックドロップ。おっと仮設攻撃、さああと2分です。もう一回仮設攻撃、さあこれは持ってこれない。レイキャンディー最後でエプロンに困るではたきつけて自分だけ戻ってリングアウト勝ちを拾いました。さあいよいよ、この日最後、多分本日最後の国際、最後の試合になるかと思いますが、タッグマッチとなります。日本サイド、ラッシャー・木村と寺石勇、外国人がルーク・グラハム、そしてマイク・ボイエッティです。
このタッグマッチとなります。両角だったんで大谷さんか。45分、さあ、いきましょう。タッグマッチです。ラッシャー木村天使サム対ルーク・グラハムマイク・ボイエッティ。こちら木村天使組はシーツでは勝利しております。先発は木村とグラハム。ベアハックです。ネックブリカドープ首4の字以降。ボイティータッチ。今度は寺西が出てきました、グラハムに戻ります。お、倒す。カバーに行く。カウントワン。そしてブレイバスターバックドロップ。カバーに入る。カウントワン。ブレイバスターエルボーです。二人で攻め立てる。おっと膝十字。木村がブレバスターで援護。キャメルクラッチ。サボエティからグラハムイタッチ。手足もつ、キブライタッチ。
反則です。直行駅ルーク・グラハムヘッドバットです。ラリアット首を絞める。ボエティがエルボー。だから権利に関係あるのは、カバーに入るが、これはカット。ダイビングボディープレスは不発。2人も連携っていうほどじゃないけど、噛み合ってないけどダメージ与えております。さあ手足タッチ、プレイバスターまもなく15分です。バックドロップ、ラリアットがカバーに入る。さて、バックドロップ、さあこれは足4の字ロープブレイクです。さあ倒して足を、サイド足4の字、これは決まった。手足がボイエティを足4の字で破りました。1回でロープブレイクになったね。もう1回決めに来ましたね。手足を的確な攻撃が、功を奏しましたね。これは困るで、ルチャドクトルとやらせてみよう。やったっけな。30分。空中技、
そうね。ボストンクラブ。ドンポキックは読んでいた。ルチアドクトル。ブレーバスター。おっと、サイクリングヤホーだ。バークドロップ。もう一回バックドープ。蹴りを打つ。おっと、ボディアタック、そして黄色くです。お、ショルダーバスターだ。これが怖い。 2.9。リバースネックブリーカードロップですね。さあ今度はボーアンドアロー弓矢固め。さあ耐えられるかルチアドクトル。
カバーに行く。 2.9。 さあこれはモンキーフリップ。そしてまた決めていく。スロイダーフロートネックチャースリーです。そしてバークドロップ。両者ダウン。立ち上がったらルチャドクトル。おっとまたフロントネックチャースリー。カバーに入る。カード2。お、そして決まった？あ、いやまだです。両者ダウン。またもネックブリーカードオープン。カバーに行かない。15分経過。ソバット。おっと急所攻撃。ここへ来て戦闘を決めてくる。さあこれはブレーンバスター。おーカガルキックで脱出。おっとフェイスバスターみたいになった。そしてサイクリングヤッホーだ。決まったか？いや、ロープブレイクですね。もう一回カバーに行くか。いや、ここでサイクリングヤッホー。さあ、これロープブレイクになるか。ならない。ギブアップです。ギブアップを奪いました。ルチャドクトルがエルコバルデを破りました。どうしようか。ルチャだとレックブ。ナバーロと。ナバーロで行ってみるか。いや、ちょっと待って。レフェリーと選手、曲を変えよう。倒してこう首を絞める。エルボーです。Yeah.
エルボおっと、フェイスクラッシャー DDT、 そしてゴッド無理やりブレーンバスター気味に投げる、お、何ロープだこれは、なんか試合持ち出したぞ、これレッグブレーカーじゃないの、あとテクドープキック、乱入者ちょっと小バロイデにとっては誤算、さあようやく乱入者去っていきます、DDT、ジャンピングパイルドライバー、カバーに入る、カード2、高さ抑え込み、カウント2、カバーに入る、カウント2、後ろからガメを打ちつけます、10分を経過しております、フロントネックチャンスリー、ショルダーバスター決まった、カバーに入る、カード2 2.5、そしてタックルはいかない、フェイスクラッシャー、おっとロ、なんとレフェリーがいた、ロープに振ろうとしたわ、おっと逆さ抑え込み、
だからレフェリーが倒れている間だったのでいけない。さあレッグブレーカー、これはすごいダイビングボディープレース。おっと持ってこれるか、カウントは数えられる。あギリギリ危なかった。おっと飛びつく。そして倒して、さあ首を絞める、決まった。ナバーロがコバルデを破りました。じゃあソフェイス6ですね。さあ白百合行ってみますか。さあ腕を取る。ロープに振って、キック。倒して肩固めだが、これはロープウェイク。大気合戦だからリーチが違う。ロープに振る、巻き投げ一戦、逆にロープに振るが返ってこない。腹固めだ。お、腕を羽交い締めにする。ボディースラム、さあロープに打って、おっとフライングボディシアーズ。そしてハーフボストンかな、テキサスクローバーホールドかな。おドラスク、足を攻めに行こうというのか。そして複合関節技、これはロープブレイク。また複合関節技、これをロープブレイク。ブレーンバスター。さあこういうバスター系の技に白百合は弱い。ボム系とか、おサイドクラッチ、カトアームダーゴスク、そしてブランドでもダーゴスク、そして首を絞める。足を攻撃、羽交い締め、
あーブリカー、そして足を攻める、トフキック、ブレーンバスター決まった。おっと、これはスパイダー、ファーストカウントは数えられますがダメージだった。サイドクラッチ、カウントはまた福岡節技、ロープブレイクになりました。それをかけていく、さあ飛ぶか、いや、ここは待ちますね。おっと、腹固め、おお、グランドヘッドロック、ナータロック3かな。おっと、これはちょっとまずいぞ。動きを、さあパエルボーで締め付ける、さあハーフボストンかな。10分を経過しておりますが立ち上がれない試合より、サイドバスターを食らう。おっと、ヘッドロック、そして巻き投げ一戦、コブをする、そしてこれはヘッドロックかな、セットは不発、エルボーです。ダブルチョップ、丸め込む、カウント2。おっと、パ唾液でサイドクラッチ、おっ、3カウント、試合電光石火の丸め込み受けましたね。こんな早く決まると思わってなかった。サイレントクラッチ、ガンはなんだこの白石舞って、蹴りしたいですね、試合しまい。一気蹴りで勝負をつけようというのか。
マシゲリ。試合しまい強いかもしれん。唾液一本やけど。フットワークを生かしますね。エルボー。蹴り。これ。一気畳みかける。そして。スプラッシュ攻撃。ラマヒトラル。2.9 早くも。いやこれ強いんじゃないの。さらにスパイラルボムだ。いやちょっと強すぎるんじゃないか。試合し前ロープに振るショルダータックル、エルボーですね。ショルダータックルじゃない。そしてノザライトボム2.9 ダブルアームじゃない。なんでこれ大技炸裂。あそしてあさらにえ強いよ白石舞。そう能力チェックしないといけないかもね。ハリオリ固め。200ポイントもあるやん。いやさすがにそれはない。160にあい、確実160ぐらいしないとダメだな。だから1と9極端だな。馬力も落としてこれでちょっとセーブしよう。ワークショップあいああい
160になってな、大丈夫。あ、もっとも、チョップ、蹴り、カバー、十字固め 2.9 サイドスープレックス、またも投げる、どうすんだ、スタナーだ、おーっとスプラッシュ、スパイラルボム、危ない、ジャーマン投げ、ぶっ、ね、ぶっこ抜きじゃない、ホールドしてるか、さあどうする、飛ぶぞこれは、おお、これ強いな、160でも基本的に技の使い方って変わらないですからね。おっと、岩石落とし。カバーに入るが、どうすんだ、ん？何？強いや。
フライングダブルニーアタック、シャイシマイ対策は今後必要になってくるかもしれませんね。はい、ということで今回、国際プロレスの、2大会を中心にお届けいたしました。次回は3月9日、大分県臼杵市大会、そして3月1日、10日の愛媛県今治市大会ですね。3月11日は広島県府中市、多分これ屋外かな、鳥取とか、まあ、その後豊川とかありますが、進めていきたいと思います。今回3回目ということで次回4回目です。次回お楽しみに。はい、ツイッチで配信を行ってきました。ツイッチアカウントフォローリポスト、ツイッチアカウントフォローぜひお願いいたします。 Please my ツイッチアカウントフォロー Please。アーカイブ YouTube にアップロード予定です。 YouTube チャンネル登録高評価お願いいたします。アーカイブは20日21時頃を予定しております。プレミア公開いたします。 This live archive my YouTube channel 2 days after my YouTube channel チャンネルサブスクライブド&グッドボタンプリーズ。そして旧ツイッターである X のアカウントを持っております。アカウントのフォロー、リポスト、いいねお願いいたします。ツイッター X マイアカウント、プリーズフォロー&リポスト&グッドボタンプリーズ。ファイアプロレスリングワールド国際プロレス編をお届けいたしました。次回は国際プロレス編ではなく、ちょっと久しぶりにレスラー作ってみたいと思います。そちらの方もお楽しみに。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。